はい、皆さんこんにちは。今日は3月発売のトミカが情報公開になったのでチェックしていきます。まずはタカラトミーさんのホームページの新商品情報だね。で、ここに2019年1月11日更新って書いてあるけど、今日撮影してるのは1月10日になってます。ちょっと早く更新しちゃったのかな。で、下の方を見ていくと、まずはこれだね。ナンバー99番のピザーラデリバリーバイクです。これは実写でも存在してるデザインなのかな。ピザーラのロゴがプリントされてるね。で、デザイン変えたところを見るとこんな感じだね。これはどうなんだろう、上りも一緒についてるのかな。下の方を見ていくと、で、ここのアクションっていうところに台座と上り旗付きって書いてあるね。こんな感じのデザインがセットでついてくるんだね。で、次の車種を見ていくとこれだね。ナンバー113番のトヨタハイエースだね。通常版と初回限定があるんだね。で、通常版の方はブラックのハイエースらしいデザインだね。で、このホワイトの方はこれは何をデザインしてんのかな。ちょっとフロント周りを見ると若干金型が違うようにも見えるけど、これはカラーリングの違いなのかな。で、上の方にはキャリアみたいなのがついてあるね。で、下の方を見ていくとアクションはサスペンションがついてるんだね。で、次のモデルはこれだね。ナンバー128番の那覇市消防局ハイパーミストブロワー車だね。これはロングトミカになってます。で、これも違う画像を見てみるとこんな感じでブロワーの部分が外れるんだね。で、アクションの部分にはスロープ可動と大型ファン可動と自走式大量噴霧放水大型ブロワー車積み下ろしって書いてあるね。ちょっと長い名前だけど、これがその名前なのかな。で、下の方を見ていってこれだね。トミカワールドはトミカと走ろうぐるぐるバスタウンっていうのが発売になります。で、これをタップすると自動で走るバス付きって書いてあるね。こんな感じの商品になってます。で、下を見ていくと、で、ポイントっていうところを読んでいくと、この部分にあまり書いてないけど、このついてるバスっていうのはこれは何か動力がついてるのかな。ちょっと買ってみないとわからないところだね。で、下の方を見ていって、トミカギフトは並べて楽しい新幹線輸送トレーラーセットっていうのが発売になります。特にこの車両なんて面白そうだね。ちょっとタップしてみるとこんな感じだね。新幹線誘導中って書いてあるね。なんか面白そうな1台かなと思います。ポイントっていうところには先導車と輸送車と後方警戒車のセットって書いてあるね。種類は日産セレナが先導車で、三菱ふそうスーパーグレート E5 系の新幹線はやぶさが輸送車だね。で、いすゞエルフが後方警戒車になってます。はい、今日は3月発売のトミカの情報をチェックしてみました。一番の注目車種はトヨタハイエースかな。ハイエースらしいブラックも気になるけど、こっちのホワイトのこのデザインが気になるね。フロントの金型が違ったらまた面白い一台になりそうだね。で、それ以外の車種は特に入手するのはそんなに難しくないのかな。で、個人的にちょっと気になってるのは新幹線輸送トレーラーセットのこの車種だね。今まで持ってない車種なので注目してみたいと思います。で、これ以外は特に情報公開はされてないけど、また販売店特別仕様とかっていうのも出てくるのかな。で、このロングトミカのハイパーミストブロワー車はいろんなギミックがついてて面白そうだね。はい、こんな感じで発売日の3月を楽しみに待っておきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。